はい、どうもこんにちは、水木庵です。サブチャンネルでございます。立花隆大先生がですね、まあ、本日、まあ、とんでもないことをツイートしていました。はい。で、まあ、NHK という組織はでっかいと。しかし、組織では個人の集まりに過ぎない。 NHK という組織は強いですが、一人一人の NHK 職員、各個人は、めちゃくちゃ弱いと。いじめをしている卑怯な集団は弱いが、いじめをしている卑怯な個人は、とても弱いと。私は NHK という組織とは戦わない。 NHK で働く個人と、直接戦うと、ね。で、そして、まず手始めに NHK 職員関係者への個人攻撃として、 NHK 集金人個人を被告として裁判します。先日、千葉地裁で敗訴した NHK 受信料、裁判、テレビの有無が争点の裁判で、 NHK 集金人の証人尋問が実施されなかった件の集金人ですと、書いてあるんですよね。もう一言で言います。はっきり言うと卑怯者です。はい。ね、そもそも何のために政治家になったんですかって、何のためにこう国政政党になったんですかって、あなたたち NHK から国民を守る党の、活動にどれだけの税金が使われているんですかという話でございます。で、政治家でこうあるんであれば、 NHK という組織に対して、ちゃんとですね、手続きにのっとった上で、不平不満、国民の不平不満を伝えてください。で、 NHK の職員個人であったりとか、 NHK の集金人個人っていうのはあくまでこう雇われの存在なんで、組織に対して、言うことが、政治家、だと、僕は思っています。はい。なので、まあ、政治家としてこう論外でこうただの活動家で過ぎないということです。まあ、なので、さっさとですね、 NHK から国民を守る党は、党を解体して、でそういうことしかできないんであれば、こう現職の国会議員、そして地方議員の方々全員辞職をしてくださいという話になりますね。はい。で、立花隆のこの論法が通じるのであれば、N 国党と、戦うですね、アンチの方々は、まあ、現役のこう N 国党の、党員であったりとか支持者、個人をターゲットにしていいということになるんで、はい。まあ、今後ちょっと僕、そちらの方ちょっと考えていきたいなというふうに、まあ、いろいろちょっとね、僕も僕でなんかその考えていきたいなというふうに思っております。とてもですね、ひどいというか、とてもありえない、ツイートでした。はい。まあ、てなわけで、以上、水ニャンです。じゃあね。